ベトナム海上警察、ベトナム語、CNHST、ブヤンビットナム、警察へ図南は、海の意味、英語、ベトナムコーストガードは、ベトナムの海上法執行機関。1998年4月28日に設置。英語の翻訳から、ベトナム水上警察とも呼ばれる。本部は、ハノイに設置。海軍の参加にあったが、2013年に、 海軍から独立し、警察機関として再編された。海上警察は、平時は、ベトナム国内における内水、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸砲の警備、海賊、麻薬、密輸の取り締まり、人身売買い組海洋での廃棄物の不法投棄防止、救難救助を行う。戦時には、ベトナム海軍の指揮下に入り、 戦時的軍事行動を行う。ベトナム社会主義共和国主席であったチャンドゥクローンが九百九十八年四月七日付のノーサン・エル・ CTN 令により創設を提案し、同年四月二十八日に国会で承認された。二千十三年八月二十七日、グエン・タンズン首相はベトナム海上警察を国防省管轄下から独立した司令部を持つ。 沿岸警備隊に格上げするよう決定した。日本は海上保安庁の巡視艇をインドネシアなどに ODA として供与しているが ODA 対抗は軍事的用途への使用を禁じているため国防省の管轄下にあった従来のベトナム海上警察には供与することができなかった。この海上警察から準軍事組織的な要素を排することでこれを回避する狙いもあると見られている。 近年では日本だけでなくアメリカ合衆国からも巡視船を供与されている。ベトナム海上警察は各種の任務に応じた船舶を装備している。また装備船舶の多くはベトナム自国製である。ほとんどのベトナム海上警察の船舶は CSB を名称に関する。ありがとうございます。